今回はスクラップブックを使って手帳を作ってみました。ミニサイズの四角いスクエアのスクラップブックを使って2つの手帳を作ってみました。こちらが提案の表紙になります。実はよく見ると表紙をカッターナイフで大カットしています。6ページのところの柄をそのまま見えるような形になっています。9月の表紙をめくるとマンスリーが出てきます。もちろん大カットしている裏なのでなみなみになっているんですけれども、見た感じもすごく可愛く仕上がりました。ノートで作る手帳と違って紙がしっかりしているので、もちろん裏写りもしませんし、大カットでこういうカットを作っていても上手にしっかりと保つことができます。とても可愛い仕上がりになったので、よかったら真似してみてください。